はい、皆さんこんにちは、ニシです。今日はですね、久しぶりにね、初代電車で GO をやっていきたいと思います。山陰本線初級からね、やっていきたいと思います。もうこれもいいです。久しぶりにやったからな、これな。難易度はね、ベリーハードでやってます。結構ね、クリアしやすい電車で GO しかやってないからね、ルールの緩い電車で GO しかやってないから、どうなる、どうかな。出発進行。20秒しかないからね。まあ初級だからね、クリアできると思うんだけどね。速度計を見る。ここあれか、ならないね。ボーナスもらえない。次は馬掘り、馬掘り進行。まあこのチャンネルをね、作った時に最初にやったゲームがこれだったと思うんで、まあ電車で GO好きな人はまあこれでしょうね。これから始まるんでしょうけど、信号70、信号70だからな、もうこの辺でブレーキをかけた方がいいか。ちょっと早いな。久しぶりにやるからちょっと分かんないんだけど、うわ、ちょっと早っ。5、4、3、2、1。わ、ちょっと早いね。6秒も早くついちゃった。こんな早くついちゃう。でも全然3年前の時とね、今全然鉄道のあれも違うよね。鉄道の知識って言うんですかね、まあ、鉄道に関してね、勉強してるかっていうとそうじゃないんだけどね。キハ58系なんだ、これがね。これのね、 N ゲージ、 N ゲージやね、鉄道設けて1応ゲージあんだよね。 1両で売ってんだよね、スターターセット。1応ゲージ入門セットじゃないけど、キハ58、1両ついてね、売ってるんだよね。1応ゲージさすがになっていう。ここなんかプロフェッショナル仕様でなんかボーナスもらえるとこあったんだけどね。あ、どれぐらい、70キロぐらいでいいの。あ、でもさっき早くついちゃってるから。警笛押しボタン。はい、保津峡、保津峡って。これは鳴らすタイミング関係なくね、2秒もらえるんで、鳴らせばもらえるんで。60キロか、60だとどうなんだ、どれぐらいのスピードで。うわ、あと20秒ある。1応ゲージもね、なんかね、まあ、ちょっと走らせてみたいっていう思いもあるんだけど、あ、ダメだね。3秒か、プラマイ2秒だったらね、グレートつくんだけど、減速出るかな。あ、どっちみち注意信号出んねん。出発進行。HO ゲージも悪くないなって思うんだけど、そんなに種類ないしね、高いしね。京浜東北線買いますって言ったらさ、 10両150万ぐらいになっちゃうんじゃない？ 100 万とかになっちゃうから、普通に。
いくら中古で手に入るって言ってもね。ネタに40。どこまでだっけな。あんまり注意信号出たからって言ってね。この辺、ここスピード上がるからね。600。注意信号出たからってね、すぐ減速しちゃうと間に合わなくなっちゃう。セガサタン版の電車で GO だとここ踏切事故信号70、まあ、この辺かな。あと14秒。やべえな、ちょっと早いな。8秒、7秒か。7秒も早く捨てちゃった。キハ58系ってね、まあ一応か欲しいなっても思うけど、中古だと7000円とかで、新品だと1万ちょいなんで。でもね、一応買ったところで小物部品も高いしさ、なんともなんない。1両だけじゃねえ、ちょっとな。でも1両で買えるったら、やっぱこういう1両編成とか2両編成じゃないとね、キハ110系みたいな。ここ下り勾配だからちょっと気をつけた方がいい。だからね、一応ゲージはね、ちょっと参った、ちょっとやめようかなって。信号、最後の駅信号55なんだよ。制限55。35ってところもあるよね、同じ駅なのに。なんかね、そういうのもある。まあここはもうね、何秒早く着こう、最後ちょっとグレート取ってみたいなって思いもある。あと30秒ある。ちょっとグレート取ってみたいね、最後。最後グレート取れるかな。あ、ダメだな。ダメだ。ダメでした。初級だからね、4秒とか装着しても大丈夫なんだけど、京浜東北線とかね、他の路線はもう注意信号出ちゃうから。ダメか、やっぱり。86点。あ、そうだ、ヤフーのね、見出し見るの忘れてたね。今ね、2023年の11月27日月曜日、1時2分にね、収録しています。ヤフーの見出しがですね、さっきスポーツ読んだからエンタメにしよっか。ラーメン赤猫アニメ化が決定、欅坂48、江藤光に入りって書いて、何なんだろうね。
約7ヶ月ぶり復帰、北山宏光 2B はスピーディー 2B 配信番組、業界に投じた一石、本田咲希マリンとユイに恋愛相談、本田マリン三女の人かな、ジュノンボーイ GP に宮城出身18歳、香原智美の会見、4歳の息子が乱入、3つ女の子に負け挫折の過去、香原智美の会見、4歳の息子が乱入、すごいね。あ、横浜関内ホールで歌ったんだ。歌声はあんまり衰えてないかなっていうところはありますけどね。ちゃんとボイストレーニングやってんだろうね。まあたまにこの人もたまにお騒がせしますけどね。たまになんかね。まあお騒がせだろうとね、やっぱタレントっていうのは目立ってなんぼだからね、こういう芸能界でね。もう緑の混色編成ってやつ、103系もあったんだけどな、トミックスの面白電車103系、重量セットだか赤とか緑とかウグイス色とかオレンジとかなんかいろんな色の、あれだって実際に走ってないっすよね。あれはトミックスの、多分ちょっと作ってみたら面白いんじゃないかみたいなね感じだと思うんだよ。ああそっか、名前どうしよう、ニーシーにするから、前はバットっていう名前だったんだけど、まあニーシーにしましょうか。じゃあニーか、162.2キロ、あ意外と一発勝負だったね、一発でクリアできた。多分景品トーク戦とかはそうもいかない、だってあんなに装着してたら。じゃあセーブしてね。はい、ということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。以上、西でした。